おはようございます。今日は久々に北九州の方に行ってみます。久々に N ボックスブラックスタイル登場です。ここは鯖川サービスエリア下り線です。明日から車が多いですね。小倉城に着きました。早速見に行ってみましょう。この城のバックの建物がちょっと近代化しとるから。小倉城です。天気が急に悪くなりました。寒いです。さあ入ってみましょう。共通で700円。やっぱライトアップ綺麗なんかも、ね、この時期、でも春が良かったな。うん、準備。ここは江戸時代
カゴに乗りましょう。体験できる。こんな狭いところよう入った。ここもなんか福山城みたいな感じだね。ゾウも歩いていた。2階はこんな感じ。3階に3階上があるんじゃない？上が5階で最上段になるよ。これが近代の種類みたいな。
ぱ。フリートロ。ここ上がってきた。もらいました。で、おひなさん、今やっと振りま。蔵城庭園。ここがこうなっとる、張り出しとるっちゅう話。茶室、茶席。トイレがある。こっちは入らさんわけだね。あ、そういうことか。城が見える、城が。晴れてきた。
坂神社。ここ行かんやけんわ。熊本城とか行かんや。日に当たっとったら抜くよね。散歩するじゃねえかもね、一周二周とか、あそこと一緒に、福山とかでもいいです。後ろの周りはええね、うん。ウォーキングに最適や。また向こう行こう。松本清張記念館。